おはようございます。おはようございます、うん、テレビでもちょっと問題になっていることについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、担当直に言うと香川照之さんの件になります。はい、話はいろいろと来てますか。うちじゃないかと、クラブ7重であの写真が撮られたんじゃないかと、はい、よく言われるんですね。はい、はい、あの通りがかりのお客様に言われたりもします。あ、そこまで広まってるんですか。はい、最初全然気にしてなかったんですけども、はい、あのまあ、いらっしゃったお客様に7重なんだってなんて言われて、はい、でいやうちじゃないんですけどなんて、それがあの今もうお見送りしていたら、あ、香川照之の店だとか、はいはいはい、あの何も香川照之さんここなんでしょうとかまで言われるようになっちゃったので、はいはいはい、ちょっと今日お話をね、はい、させていただこうと思ってます。ちゃんとその辺は、はい、結論から言うと、うん、クラブ7重ではないっていうことですか。ないんですよ。あ、そうなんですね。はい、あの実は今日ですね、あの、はい、女の子からうちの女の子たちのちょっと心配した記事が、あの URL が送られてきたんで、それをちょっと読ませてもらったんですけども、実は銀座のクラブってほとんどが8丁目なんですね。あ、そうなんですね。はい、銀座、なるほど、そう、はいはい、中央区銀座8丁目にもう一流クラブは多分8割、7丁目に少しあるんですよ。はい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 、はい、まあ、ドドロニなんでね、はいはいはい、7丁目に少しあって、はい、でそれネットにも書かれてますけど6丁目はほぼない、ほぼないってことなんですね。なるほど、はい、で5丁目はもうゼロ、あのちゃんとした一流クラブはほぼ8丁目、うんうん、はいはいはい、なので7丁目か8丁目これクラブ7に該当しますって書いてあったんですけども、はいはい、あのみんな該当しちゃうんで、みんなそういうことだったんですね。なるほど、そうなんです。あと個室があるないですけれども、はい、個室は最近の新しいメロクラブは割とあります。どこもある、そうみんな該当する条件だったんですね今回って。そうなんですよ。あの、まあ、ちょっとこうなんていうでしょう、ついたてみたいな感じで半個室みたいなところも入れたらもうほとんどの店がありますから、はいはい、まあ、完全な個室ってなると別フロアにあの借りたりですね、ちょっとカラオケができるスペースを借りたりしてるお店もほとんどですし、はい、なのでほとんどが該当する感じなんですよ、はい、ただまあうちがメディアに出たり SNS に出たりしてるので、はい、クラブなんじゃな、なんじゃないのって言われますけど、 うちではないです、ね、香川照之さんは一度もうちにはね、あの残念ながらいらしたことないんですね。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。なんかあと記事によると、うん、あの昭和気質のスタッフとかなんかいろんな記事があって。あ、そうですか。はいはい、うん、なんかそこら辺はなんかどうなんですか、うん、なんか関わって、はい、その芸能人の方とかが、なんかそういうの求めてじゃないんですけど、銀座に来ると思って、はいはい、どういう目的があるのかなとか、はい、あ、どうなんでしょう、まあ、それぞれなんですけども、他の地域と比べますとやっぱり接待、ご接待ですとかが多い町ですね。はい、じゃあ実際やっぱ芸能人の方の足を運ばれる機会は、はい、あ、まあまあ、はい、あのいろんな方いらっしゃいますので、まあ、政財界からスポーツ界からあの芸能界からたくさんいろんな方がいらっしゃいますので、うん、だいたいお客様が連れていらっしゃることが多いですよね。あ、はい、銀座というものはそういったあのお客様の情報を外に出してはいけませんので、うん、まあ、大まかに政財界、スポーツ界、芸能界、いろんなあの各界の方がいらっしゃってますというふうにしかお答えできないんですけれども、うん、はい、まあ、もちろんどんな方々もいらっしゃってはいる街ですよね。それこそ銀座ってなんかその守秘義務であったりとか、はい、そうですね、うん、店内もやっぱ黒木さんがすごい徹底されているので、うんうん、なんでああいう写真が出回っちゃったんだろうなっていうちょっとシンプルな疑問なんですけど。そうなんですよ。あれね、この間お客様がおっしゃったんですけど、はめられたんじゃないの香川さんっていう話で。なるほど、うん、だって私もあの思ったんですけど、至近距離で撮られてるじゃないですか。そうなんですよね。カメラ目線とまでいかなくても、はいはいはい、ニヤニヤして髪の毛を引っ張ってるので、はい、それをちょっと斜めってましたけども、すごく近くから撮られているので、はいはいはい、あの冗談でやってるものをイエーイとかこう撮った感じのものが何年も経って、はいはいはい、リアルっぽく落とし入れるために出されたのかなとかちょっと思いましたよね。うんうん、そうですね、あの距離実際岩井さんの元にも、はい、その香川照之さんがクラブ7重なんじゃないかっていうのは耳に入ったりはするんですか。入りました。で、
あの実際 そこで行われたかどうか僕も知る由もないんだけども、はいはい、あの少なくとも香川さんが七重ママのところにお客さんとしては少なくとも来てるんだろうなって僕は今日まで思い込んでましたんで、それが今やっと晴れたじゃないですけど、え、来たこともないんだみたいな、はいはい、ねえ、いやこれ誰が流すんでしょうね、はいはいはい、やっぱ七重がね有名だから妬みがあるんですよ。あ、でもそういうことか、はい、そういうことですよね。絶対そうだからもうしょうがないのこれは、はい、ね、もうこうやってね僕らもそうですけど YouTube やってる以上、まあ、SNS やってる以上絶対そういうのが起こりますもんね。そうですね。まあでも良くも悪くも名前が出てることは、いいことだったら捉えなきゃしょうがないですよね。そうですね、はい、と思いますよ僕は、はい、有名があるがゆえみたいなところです、ね、だと思います。はい、できたら僕は話題にしてほしくないですけどね、本当に襟を正して、はい、あの生きていきたいと思います。岩井社長って実際アンチとかって結構食らいますか？はい、もちろんコメント欄では食らいますけど、はい、実際に何かあの会ってどうの頃はないですね。うん、はい、変なブロガーにずっと追っかけ回されて、はいはい、あのなんかうちの社員が、ね、あの嫌な思いしたりとかはあります。あ、実際被害もあるんですね。はい、ありました実際に。はい、でも実際その香川照之さんの記事が上がった時、どう思いましたか？シンプルに、最初にうちじゃないお店が、うちって言われてるんですけどうちじゃないんですってなんか発表されたんですよ。はい、その時におっと思って、はい、全然そんな噂なくその方出されたんで、きっとその方はちょっとこううちって言われてるんですっていうふうに言いたかったのかなってね、うん、ちょっと勝手に思ったんですけど、はい、うーんと思って、そしたらそのうちうちになってたんで、はい、あ、そう思われてるじゃあちょっと違いますってなんて言ってた方がそろそろいいかしらっていう。なるほど、はい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 、まあ、でもね、僕思うのはやっぱり紳士的に飲まなきゃいけない、うん、ね、ああいうお店では、ね、はい、やっぱ聞くじゃないですか、はい、いろいろその有名な方ですごい横暴な方が、香川さんがどの子も知りませんよ、でもあの人がこうだ、どの人がこうだって言われると、いやー、やっぱりそういうことやってると噂広まるよなと思いますね。そうですね、はい、うん、岩井社長はもう今はクラブの方が多いんですか？あ、僕はあの飲み始めたのが33歳なんですけど、はい、そこから30年間クラブしか行かないです。はい、キャバクラ大嫌い。あ、キャバクラ大嫌い。そうです、僕自分自身があの大学の時に京都で祇園でずっとクラブでやってたので、その時クラブだったんで、もう自分が大人になってちょっとお金持ったらクラブに飲みに行こうっても決めてたんですね。でそのクラブで飲んでるお客様たちを見ていたので、やっぱその中にも変な人とすごいスマートな人がいるじゃないですか。でスマートな人はやっぱりモテるんですよね、うん、かっこいいから。で、あ、大人になったらこういう飲み方しなきゃって思ってたのが大失敗。大失敗ですね。はい、大失敗だったんで、それを真似したらもうなんか途中から遊べなくなっちゃうんですよね。あの女の子くざいたりとか、あ、はい、真摯に真摯に、はい、で、そうやって地元の名古屋で十何年やってきて、で、やがて僕は東京に来たんですね。はいはい、で、地元離れたから暴れてやろうと思ったんですよ。もう全然違う自分にしようと思ったらできない。もう染み付いちゃってるんですね。染み付いちゃって、はい、いいことですよね。いや、もうね、いいんだか悪いんだかみたいな。良かったのか悪かったのか、そのうち僕はドクターストップかかってお酒飲めなくなっちゃったんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからもう8年間僕お酒一滴も飲まずに、自称日本一高いアイスコーヒー飲む男って言われてるんですけど、はい、まあシャンパン開けても何しても僕はずっとアイスコーヒー飲んでるっていう。はい、そんなエピソードがあるのは知らなかったですね。じゃあちょっとぜひまたクラブで、はいはい、また令和の虎でも、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。